広瀬一郎は日本のスポーツコンサルタント実業家。2013年の静岡県知事選挙では広瀬一郎名義で立候補した。株式会社電通第8連絡局、株式会社電通コーポレートコミュニケーション局勤務を経て、株式会社スポーツナビゲーション代表取締役、独立行政法人経済産業研究所上席、研究員。 スポーツ総合研究所株式、会社代表取締役所長、江戸川大学社会学部教授、多摩大学大学院教授、特定非営利活動法人スポーツマンシップ指導者、育成会理事長などを歴任した。広告代理店である電通に勤務し、スポーツイベント事業に携わっていた。電通退職後は、自身が設立し経営する、スポーツ総合研究所の 代表取締役を務めている。スポーツのマネジメントマンシップなどを中心とした講演、著書など多数。コメンテーターとして、朝まで、生テレビ、新、週刊フジテレビ批評などへの出演歴もあり。静岡県三島市出身。焼津市立、東ずま小学校、沼津市立、第四小学校、清水町立清水小学校を経て、 静岡大学教育学部付属静岡中学校を卒業。静岡県立藤枝東高等学校に進学し、同校ではサッカー部に所属したが、2年生の時怪我を理由に退部した。その後、東京大学法学部を卒業した。1980年に電通に入社する。1981年、電通の第8連絡局に配属され、 トヨタ担当営業となる。1984年から1994年にかけて FIFA フフワールドカップなどサッカーを中心とした団体スポーツのイベントをプロデュースした。その間一時2002年 FIFA フフワールドカップ日本招致委員会の事務局に出向していた。その後、1997年に電通のコーポレートコミュニケーション局に転属した。 1999年には環境問題について研究するためアメリカ合衆国にて OJT 研修を受けた。また同年より日本プロサッカーリーグの経営諮問委員会にて委員を務めた。2000年にスポーツナビゲーションを設立し、その代表取締役にも就任。2002年に電通を退職した。2002年から2004年にかけて、 経済産業研究所の上席研究員を務めた。また、2004年には、自らスポーツ総合研究所を設立し、その所長に就任した。2012年には、特定非営利活動法人として、スポーツマンシップ指導者育成会を設立し、その理事長に就任した。その他、江戸川大学の社会学部や多摩大学の大学院にて、それぞれ教授を務めた。 また、立命館大学のスポーツ健康科学部においては、客員教授を兼任していた。2013年4月11日、自由民主党静岡県支部連合会からの要請を受け、静岡県知事選挙への出馬を表明した。それに伴い、多摩大学を退職した。自由民主党静岡県支部連合会では、同年2月より、静岡県知事選挙への準備を進めており、 国会議員や中央省庁の官僚ら十数名に立候補を打診していたが、いずれも断られてしまったため、候補者選定は難航していた。その結果、県連幹部が広瀬に立候補を打診し、前向きな反応を得た頃にはすでに3月上旬になっており、県連として広瀬要率を決定したのは、同年4月8日となるなど、投票日まで残り少ない時間の中での、 立候補表明となった。自由民主党静岡県支部連合会、日本維新の会静岡県総支部が推薦することを決め、それぞれ党本部に対しても推薦するよう上進した。ところが、静岡県内で大手企業を経営する財界人らが自由民主党本部に対して推薦の見送りを要請するなど、異例の展開となった。また、中央政界で、 自公連立政権を構成することから、公明党静岡県本部に対しても推薦するよう、広瀬が直接依頼したが、県本部の幹事会では、広瀬の政策が分かりにくいとの指摘がなされるとともに、対立候補の政策を評価する声が上がったことから、推薦を見送ると決定した。公明党静岡県本部は、党本部に対しても、広瀬への推薦を見送るよう上進した。一方、 自由民主党では、県連が党本部に推薦を上申したものの、党本部としての決定が出ないまま半月以上が経過していた。この事態に危機感を抱いた自由民主党、静岡県支部連合会会長の塩田義らは、再び党本部を訪問し、同時期に行われる埼玉市長選挙では、推薦を出している点を指摘し、こっちで出ないのはおかしいじゃないかなどの主張を展開し、 幹事長の石場茂や選挙対策委員長の河村武雄に対し党本部としての推薦を出すよう懇願した。さらに後日、改めて、塩谷と県連政務調査会長の中澤君彦が党本部を訪れ、石場に対して党本部としての推薦を出すよう重ねて要望したが、石場は何もわからずに推薦できないと回答するなど慎重な姿勢に終始した。 この状況を受け、広瀬自身が党本部を訪れ、石場や河村、副総裁の河村雅彦、副幹事長の小野木八郎らに対し党本部としての推薦を出すよう依頼したが、石場は党の世論調査の結果を見て判断すると回答した。同年5月28日、自由民主党本部は、広瀬に対する党本部の推薦は見送り、指示にとどめることを正式決定した。 県連からの上進を退け、党本部としての推薦を出さなかった理由について、石場は、当然体として、総裁の名を冠して、静岡の有権者にお願いすることはなかなか困難な点があるのではという意見があったと説明している。この事態を受け、一旦は、推薦を決定していた日本維新の会、静岡県総支部も、一転して自主投票とすることを発表し、 広瀬への推薦を撤回した。推薦は得られなかったものの自由民主党本部の支持を得たことから、選挙期間中は、谷垣定一、岸田文雄茂木敏充、小屋慶二ら第二次、安倍内閣の閣僚や、石破茂、野田聖子、高市さなえら自由民主党の党参役などが、次々と応援に訪れた。しかし、対立候補の川勝平太が、 静岡県知事選挙史上最多の108万票帳を獲得したため3倍以上の票差をつけられた広瀬はトリプルスコアで敗北した。市町村、行政区別の投票数集計では4倍以上の票差をつけられクアドラプルスコアとなった地域もあるなど大敗を起死した。静岡県知事選挙の開票結果が報道された後、選挙事務所にて挨拶し、負けは負け。 言い訳するつもりはないが、選挙は素人だから、敗因は分析できないと主張した。広瀬を擁立した自由民主党、静岡県支部連合会では、トリプルスコアでの惨敗という結果に、我々が支援する、知事選候補者としては、前代未聞と衝撃を受けた。県連政務調査会長の中澤君彦が、想像をはるかに超える得票差。 党組織のあり方も考えなくてはと発言したが、第23回参議院議員通常選挙を控えていることなどに配慮し、県連幹部の交代などはせずそのまま続投すると発表した。開票翌日には、県連会長の使用や律が党本部にて選挙結果を報告したが、党本部の副幹事長から恥ずかしい結果だ。指示を出した。 党本部の対応も問題があると自解するコメントがなされた。また、党本部の幹事長である石橋茂は、敗因を分析し、準備不足と知名度不足に尽きると指摘している。しかし、県連執行部が早々に続投を表明したことから、自由民主党の市町村支部からは反発の声が上がった。自由民主党静岡市静岡支部では、県持国明支部長が、 一生懸命応援したが、歴史的惨敗だった。県連の責任は逃れられないと思っている。敗因を総括して、支部に報告していただくように申し入れたいと主張するなど、惨敗の総括と県連が責任を取ることを強く要求した。そのため、静岡市静岡支部の定期大会において、参議院議員の牧野啓夫が支部関係者に、 知事選ではご振動とご負担をかけた。本当に申し訳なく思っていると謝罪する事態となった。静岡市長や静岡県議会議員などを歴任した静岡県連上任顧問の天野慎吾県議は市長村支部の行き通りに理解を示しつつも県連執行部は2013年5月に交代したばかりである点を指摘し、現執行部を責めるのは無理があると指摘している。 その上で、天野は、正直言って、今更ながら、負に落ちない点は、どうして、候補者、広瀬一郎が誕生したかでありますと述べるとともに、県連関係者にも、広瀬を擁立した経緯が、未だ説明されていないと指摘し、全執行部の候補者選考過程に疑義を呈している。その後、静岡県議会の会派、自民改革会議が、議員総会を開催すると、 広瀬もこれに出席して、選挙での支援について、謝辞を述べた。この議員総会は完全非公開の状態で行われたが、その時の広瀬の様子について、天野慎吾は、憔悴した、広瀬一郎氏が顔を出し、最後の別れの言葉を述べていきました。これから東京に行きますの言葉には、二度とこんな悲哀は味わいたくないの考えとともに、 静岡との決別の意図が込められていたよう私には感じられましたと語っている。その後、広瀬の経営するスポーツ総合研究所の公式ウェブサイトにて、広瀬が2017年5月2日に成居していたことが発表された。経営品質協議会認定セルフアセッサーの資格を所持している。自身の故郷については、下田市での演説では、伊豆の出身ですと発言し、 静岡市での演説では、私は静岡出身の静岡っ子だと発言している。なお、公式ウェブサイトには、出身地、静岡県三島市と記載されている。また、東京電力や日本プロサッカーリーグについて論じたブログの中においては、我が家は私で三代目だが、初代も二代目も、日本脱出を試みて果たせなかった。 四代目の我が家の敦子たちが三代果たせなかった夢を実現するのだろうかと考える日々と記しており、日本を脱出するのが夢だったと語っている。静岡県知事選挙に出馬した際のキャッチフレーズは、静岡を取り戻すであった。大阪市長を経て、貴族院議員を務めた関一の母親と、広瀬の祖父は兄弟であるため、関一は、広瀬の糸工事にあたる。また、 関一の孫であり同じく大阪市長を務めた関純一は広瀬の最重追いにあたる。ありがとうございます。